おはぴよー、どうも、ひなぴよでーす。それでは本日も、絶望プリズン、続きやっていきましょう。これは、裁判のところですね。で、なんか、すこぶるあんちゃんが怪しいよなー、つって、やめたんだよね。もう絶望プリズン投稿してない間ずっと私おむすびの沼に浸ってたから、ちょっとね、今久しぶりになっちゃってんだけど、ごめんね。やるよ。私ちゃんとこの第8章までは絶対完結させるつもりでいるから、ちょっとその後はね、あー CM、 その後はちょっと、うん、私のスマホの調子次第ってとこかな。ではやっていきましょうかね。もう裁判の時間か。よう、人間ども、ドッペルゲンガー退治の時間だぜ。時間もねえし、事件の話し合いをするならさっさとしろよ。今回もよろしくお願いしますね。それじゃあ、ドッペルゲンガー退治開始だ。クリア。じゃあこれで裁判が始まるところですね。行くよ。ちょっと、シロくんの声忘れちゃった。どんなんだっけ？じゃあ、どんな声だっけ？じゃあ、事件の整理からしていきましょうか。まず、今回の被害者は二人いましたね。一人目の被害者が、西村静香さん。二人目が、ルイくんでした。うん。ルイくんは結局そのウェディングドレス姿のままなのね。まあ可愛いから全然いいんですけどね。まずは静香さんの事件ですが、彼女は豚のマスクをかぶせられた状態で発見されました。そしてマスクを外すと顔にも罰印が書かれていたり、静香さんが睨んでいる顔などの写真が何枚も出てきました。この事件で奇妙だった点といえば、執拗に静香ちゃんの顔を狙った犯行という点だよな。そうだね。そうね。彼女の体を調べたけど、特に傷つけられた跡はなかったわ。なんで執拗に顔だけ狙われていたのかさっぱりだ。そうですね。そして次に、ルイくんの事件ですが、ルイくんはウェディングドレスを着せられて捕まっていましたね。うん。この事件で奇妙だったのは、なんといってもそのウェディングドレスだよね。なんで犯人はルイちゃんにウェディングドレスを着せたんだろう。これまた意味不明ですね。まあ、かなりの怪事件ですが、ちょっとごめん、メガネかけさせて。メガネ、ちゃんといつも装着してんのにメガネかけないまま実況撮り始めてしまった。アホやん、ちょっと。よこいしょ。よーいしょ。どこいしょー。あー、スマホが落ちた。あれ、進んでない。大丈夫？進んじゃった？大丈夫？あ、ちょっと進んじゃったかも。待って。よいしょ。ごめんね。ここカットしてないと思うわ。はい、かけました。怪事件がうんたん、かんたらみたいな言ったよね。なんだっけ。まあ、かなりの怪事件ですが、唯一はっきりしていることといえば、犯人は静香さんに対して恨みを持っていることぐらいですかね。うん。だから恨みを持ってる、静香ちゃんに対して恨みを持っている人ってさ、やっぱ、あんちゃんくらいじゃないのって思うけどね。さなえちゃんはもちろんなんか、恨みっていうかなんか、あれは妬みだよね。ただただ翼くんに対しての嫉妬ってだけじゃん。だからなんか、ルイくんを巻き込む意味がわからないじゃん、そしたら。ってなるとなんか、でもあんちゃんでも別に意味わかんねえな。ん？でもあんちゃんは仲良かったよね。あれ？私が捕まっていた時に聞いた。静香は醜い。でも、ルイさんは美しくあるべき。という言葉からもそう言えるよね。自分で言っちゃうあたりちょっと、ああ、かわいい。いいわ。最高だわ。静香は醜いか。
おそらく犯人の目的は静香ちゃんへの恨みを晴らすためだと思うんだけど、なんでルイちゃんまで事件に巻き込まれたんだ？そこなのよ。そこがちょっとよくわかんないのよ。犯人の目的がわけわかんねえ。やっぱり動機で行き詰まってしまったわね。事件の状況から動機を推理するのは情報が少なすぎて難しいかもしれませんね。では少しアプローチを変えて事件の容疑者について整理してみましょう。そうだね。僕たちが調査を進めた中で静香さんと関係のある人物が何人かいましたよね。静香さんにしつこく告白して振られていた尾本くん。尾本くん久しぶりに見たね。君相変わらずアフロの上に帽子乗っけてんだね。これ意味ないと思うけど、その帽子。以前から静香さんと仲が悪かった早苗さん。これに関してはもう何も言うことはない。本編でもめちゃめちゃ敵対してたもんね。静香さんの彼氏を静香さんによる束縛で大喧嘩していた。なんだ、なんか今ちょっと文章が変だった。静香さんの彼氏でか。静香さんの彼氏で静香さんによる束縛で大喧嘩していた翼くん。あとは詳しい事情は分かりませんが、静香さんとのことで翼くんと揉めていた杏さん。なんかこのよくわかんないけどっていうところがめっちゃ怪しいのよ。この4人ですね。みんな静香を襲う動機はバラバラだし、事件の手がかりと照らし合わせても動機でピンとくるものはないね。ここから先はドッペルゲンガーに尋問をして真実を暴くしかないですね。そうね。よし、もう準備は良さそうだな。それじゃあ第6回絶望裁判開廷です。おー、行くか。はい、やりましょう。久しぶりにライフ使ったね。絶望裁判開始。今回の問題、静香とルイを襲った犯人の正体と動機を暴け。よし、やろう。ちなみに回答文は、ドッペルゲンガーであるなんとかはなんとかをしていたが、しかし静香になんとか しまった。そのなんとかから静香を襲った。全然わからんな。質問見ていこうか。ルイを襲ったことに意味はありますか？豚のマスクをかぶせたことに意味はありますか？ウェディングドレスを着せたことに意味はありますか？あなたは静香を憎んでいましたか？あなたは自分が好きですか？あ？これ重要な質問あるか？ルイを襲ったことに意味はありますか？豚のマスクをかぶせたことに意味はありますか？意味ないわけがないよね、だってね。ウェディングドレスを着せたことに意味はありますか？まあ、なんか美しさの象徴みたいな、そういうこと？違うか。なんかほら、醜くと美しくだから、その豚とウェディングドレスって結構対比みたいなもんな気がする。でもまあ、豚さんは綺麗だけどね。新しいカードちょっと引いてみようか。ほい。これは？あなたは静香に罪悪感を抱いてましたか？は？もう何質問したらいいかわかんない。とりあえずなんか適当に質問してみようか。ルイを襲ったことに意味はありますか？ルイを襲ったことに意味はありますか？で、質問してみるか。イエス、まあそうだよね。そりゃそうだわ。じゃあ、豚のマスクをかぶせたことに意味はありますか？いえ、そうだよね。そりゃそうだよ。ウェディングドレスを着せたことに、あなたは静香を憎んで、あなたは静香を憎んでいましたか？イエス、そりゃそうだわ。これちょっとターンが減っていく。ちょっと待って、これ何？確信カードが目立つようになるって。ちょっとやってみようか、一回。よし。ほい。あ？キラキラしてないってことは今重要な確信をつくカードがないんだ。これは？あなたは
静かに何かを奪われましたか？あ、光ってる光ってる、これじゃん。質問してみよう。はい、確信に迫る質問。イエース、質問レベルアップ。いや、どうしようかな。でもなんかあんまいまいちわかんないから、ちょっとレベルの質問を見て、ちょっと全然関係なさそうだったら回答文でちょっと答えてみようか。あなたは大事にしているものがありますか？あー、絶対確信に迫らないな、これは。よし、じゃあ、回答してみるか。回答、まあ大丈夫大丈夫。大丈夫っしょ。ドッペルゲンガーである。ま、私の考えだと、あんちゃんなんだけど、とりあえずあんちゃんにしといて、〇〇をしていたがとか、他の文章を当てはめて違ったら、変えていこう。〇〇をしていたが、裏で浮気、ルイに恋、翼に恋、読者モデル、翼のストーカー、静かに恋。静かに恋なわけねえな。あ、思い出した。静香ちゃん、あれだったよね、なんか、モデルのオーディション受かっちゃったみたいな。読者モデルじゃないのこれ。読者モデルをしていたが、しかし静香に、モデルの、あ、そう、盛大に振られて、モデルの仕事を奪われて、恋路を邪魔されて、翼を奪われて、浮気がバレて、モデルの仕事を奪われてだよ、これ。奪われてしまった。その、なんとかから静香を襲った。なんだろう、これ。過信、歪んだ恋心、誤解、驚き、寂しさ、嫉妬心。嫉妬心じゃない？その嫉妬心から静香を襲った。え、これ合ってるでしょ？よし、行くよ！確定！おい、おい、おい、えい、パーフェクト！ドッペルゲンガーの真相を暴いた。やった、ランク S。 ランク報酬もらえたね。 OK。 今回のドッペルゲンガーはこの人でした、と。はい、よし。あ、 CM が流れる。ちょっと CM 見てきますね。じゃあ、おい、戻ってきました。もうこの CM がさ、何回も同じの流れるからさ、しかもクリアで、え、何？マジ？ちょっと一回実況止めます。いや、怖いね、びっくりした。ちょっとやりましょうか、続き。ごめんね、あんちゃん、なんか話の腰を折ってしまうようで。白川あんさん、あなたがドッペルゲンガーの正体だったんですね。ああ、大正解。今回のドッペルゲンガーは彼女でした。アンが、ドッペルゲンガー？そうだよ。今回の事件は、さっきあんたたちが暴いたように、すべては、静香への嫉妬によるものだったの。嫉妬。実は、昔の私はすごくブスだったんだ。陰キャで太っていて、クラスでもいじめの対象だった。え、あんちゃんが？意外。うん。周りからブスとかデブとか、いつも罵られて、それがすごく悔しくて。ある日、私は自分を変えようと決意した。ダイエットをして、おしゃれを勉強して、とにかく可愛くなるために必死に努力した。そして、やっと今の自分を手に入れたの。そうだったんだ。生まれ変わった私の人生は、それまでと劇的に変化したわ。誰からもいじめられなくなって、むしろ、みんな私を可愛いって褒めてくれるようになった。そんな中、一番嬉しかった変化は、雑誌モデルのスカウトを受けたことだった。へえ、アンさんはモデルをやってたのね。アンさんはおしゃれですし、モデルさんをやっていてもおかしくはないですね。
今までずっとブスだと罵られてきた私がモデルにスカウトされた。ブスでも太っていても努力すれば可愛くなれる。その経験はそれまでの努力が報われた瞬間だったの。そうだったんだ。それから私はモデルの仕事を頑張った。まあモデルといっても小さな雑誌の読者モデルだけど、私はもっと可愛くなれるように必死に頑張っていた。だけどそれは突然崩れ去ったんだ。何があったんですか？私が出るはずだったモデルイベントの仕事を静かに奪われてしまったの。それって今度原宿で行われるイベントのこと？確か静香さんが一発でオーディションを合格したって。そうよ。静香はそれまでモデルの仕事なんて一切してなかったし、絶対に私がオーディションに合格するって思ってた。私はこれまでずっとずっと努力してきたのに。だけど結局私は静香に負けた。そんなことが。みんな知ってるんでしょ？静香が可愛いってこと。それはまあ。静香はほとんどメイクしてないけど可愛いし、スタイルもいい。しょうがないことだけど、静香は、私が必死に努力してやっと手に入れたものを、才能だけで簡単に奪っていった。私にとって、それはすごく悔しかった。どんなに努力して可愛くなろうと頑張っても、もともと可愛い子には勝てないんだって、思い知らされたの。そして、その劣等感から絶望し、ドッペルゲンガーが生まれた。これが私が生まれた理由だよ。そうだったのか。それじゃあ、アンが翼に言っていた、静香には諦めるように言ってっていうのは、静香にモデルイベントに出ることを辞退させてって意味よ。自分勝手すぎるのは分かっていたけど、私はそのぐらい必死だったの。でもまあ、翼は私の頼みを聞いてくれなかったけどね。そうだったんですね。ですが、一つ気になったんですが、静香は醜い、でもルイさんは美しくあるべき、とアンさんは言っていましたよね。この言葉の意味って何なんですか？え？だって、今までアンさんの話によると、アンさんは静香さんの可愛さや美しさに嫉妬していたんですよね。じゃあなぜ静香さんを醜いと言っていたんですか？それは、確かに静香は可愛いけど、私は静香のことを醜いと思ったから。可愛いけど醜いって、どういうことだ？私は、静香の心の醜さが大嫌いだったんだ。心の醜さ？静香は、努力する人間を馬鹿にしていたの。それこそルイ、あんたのことを言ってたんだよ。私？あんたが女性の格好で登校し始めて、だいぶクラスに馴染んできた頃。ねえねえ、あんちゃん。次どこのお店行く？そうだな。どっちのリップが似合うかな。こんな一人でこんなこそこそ努力してたの、ルイちゃん。可愛いですね。一緒に買い物行きたいですね。こっちも可愛いし、でもちょっと私のイメージっぽくない気も。やっぱり努力する子って一番可愛いでちゅ。あれってルイくんだよね。なんかコスメを選んでいるみたい。そうだね。ねえねえ、あんちゃん。何？あんちゃんは今のルイくんのことどう思う？どうって？
ほら、ルイ君ってさ、前と変わってかなり女の子っぽくなったでしょ？服装とかお化粧もバッチリで、もう完全に女子だし。あ、あんちゃんはそんなルイ君をどう思ってるのかなって。私は別にいいと思うけど。え？あそこまで変われるって、それだけ努力してるってことでしょ？私はそういうやつのこと嫌いじゃないし、むしろいいと思うけど。そっか。そうだよね。あんちゃんの言う通りだよね。ごめんね、変なこと聞いて。なんか、ミカコちゃんはさ、あんちゃんのなんか意見にずっと同調してるだけだけどさ、まあね、好きなのはわかるんだよ。好きなのはわかるんだけど、ミカコちゃんの意思はどこにあるんだろうね。別に。ちゃ。ねえねえ、翼くん、この服似合うかな？へえ、いいね。すごく似合ってるよ。本当？あれは、翼くんと静香ちゃんだ。デート中なのかな？じゃあ、ちょっと私、これ試着してくるね。行ってらっしゃい。はあ、こんな女の子しかいないショップで、男一人で待つのは恥ずかしいな。ちゃ。次は向こうのお店も見ようかな。客の女性、ほう。パサ。今歩いて行った子、ハンカチを落としていったみたいだ。へえ、なんか後ろ姿は可愛いじゃん。うわぁ、翼くんの、この女たらしぶりが出た。ちょっと声かけてみようかな。ちゃ。すみません。ハンカチ、落としましたよ。客の女性じゃない、ルイチュンってなんだ。初めて呼んだわ、ルイチュンとか。親切にどうも。って、翼くん？ルイくん。どうして君がここに？ちょっと買い物をしていたというか、翼くんこそ、どうしてこんな女の子のお店に？翼くん、お待たせ。さっきの服、翼くんが似合うって言ってくれたから、買っちゃった。って、あれ？ルイくん？どうも、こんにちは。さっきたまたま会って。そうなんだ。じゃあ、私はもう行くね。二人のデートの邪魔しちゃ悪いし。それじゃあ。ザ。ねえ、翼くん。翼くんってば。どうしたの？どうしたのじゃないよ。さっきからルイくんの後ろ姿を見つめて、どうしたの？いや、別に見つめてなんか。嘘だ。絶対見つめてたでしょ？もしかして、ルイくんのこと、可愛いとか思ってないよね？何を突然言い出してるの？そんなこと思ってないよ。本当に？本当だって。まあ、でも最近のルイくんは男には見えないよね。そっか。だけどさ、どれだけ男の子が可愛くなろうとしても、限界があるよね。ほら、ファッションとかお化粧で、それなりにごまかせるだろうけど、体格とか、体つきは男の子のままだし、本物の女の子の可愛さにはかなわないっていうか、結局努力の無駄だよ。ルイキンをバカにするやつ、許せないの。翼くんもそう思うでしょ？まあ、確かに。ねえ、翼くん。なんかちょっと足疲れちゃった。気分転換にカフェ行こう。もちろんいいよ。じゃあ行こうか。
なるほどね。あんちゃんの気持ちをよくわかりますね。あの静香ちゃんが、るいちゃんにそんなことを。私はその時、静香にすごくムカついた。昔ブスだった頃の私は、可愛くなるために必死に努力してきた。だから、ルイの努力を否定したあいつが、許せなかったんだ。なるほど。その時に、あなたは静香さんの心の醜さを知ったんですね。だから醜さの象徴として、豚のマスクをかぶせたと。うん。それは分かったけど、じゃあ、なぜルイさんにウェディングドレスを着せたの？それは、可愛くなるために努力するルイと、今まで必死に努力してきた自分が重なったから、努力をバカにする静香には、醜い豚のマスクがお似合いだけど、努力して可愛くなろうとするルイには、美しくあってほしかった。アンちゃん。なるほど。だからアンさんは、美しさの象徴として、ウェディングドレスを着せたんですね。そういうことだったのか。まさか、アンちゃんがそんな風に思ってくれてたなんて。別に、私はただ本当のことを言っただけだし。それに、私なんかに褒められたからって。いやいや、モデルさんに褒められるのってすごく光栄だよ。私、もうモデルじゃないから。どう間違った木月くんだった？どういうこと？もう、モデルなんてやらない。私みたいなブスが、どんなに頑張ったって意味ないから。そんなことないよ。あんちゃんはすごく可愛いよ。そんな励ましなんていらない。結果が全てじゃん。私は今まで努力してきたのに、初めてオーディションに出た静香に負けた。結局、才能には勝てない。やっぱり、私みたいなブサイクはもう。うん。ちょっと待って、アンちゃん。一体誰が、アンちゃんのことをブサイクって言ったの？誰もそんなこと言ってないし、思ってないし、自分でブサイクって決めつけるのは、アンちゃん自身だよ。それは、違う。どうせ私なんて、そんなに弱気になってちゃダメだよ。たった一回、静香ちゃんに負けたからって諦めちゃうの？だって、しょうがないじゃん。私は元がブスで。静香、私より可愛い。私なんかが、静香に努力で勝とうだなんて、そもそも無理だったんだよ。私はそうは思わない。ルイキュー。一回ダメだったなら、また何度でもぶつかっていけばいいじゃん。アンちゃんは、今までもそうやって努力してきたでしょ？それは、でも、でもとか、そういう言い訳ばかり考えるんじゃなくて、昔、アンちゃんを馬鹿にしてきた人たちを見返したように、今度は、静香ちゃんを見返してやればいいんだよ。私が知ってるアンちゃんは、いつもクールで、誰よりもおしゃれに気を使って、もっと強かったはずだよ。今のあんちゃんは、全然あんちゃんらしくない。まあ、私なんかが偉そうなことを言えないけど、ここで諦める前に、もう一回やってみたらどうかな。あんちゃんならきっとできるはずだよ。ルイ。そうだね。僕たちオカルト部は、応援してますよ。何よ。何なのよ、あんたら。さっきから偉そうなことばっか言って。待って待って、この曲聞いた、この曲おむすびで聞いた、やめて、泣いちゃうからやめて。あ
に私が励まされなきゃいけないわけ？アンさん？アンちゃんが切れた。わかったわよ。やってやるわよ。私は今までもこうやって乗り越えてきた。周りの奴らにデブとかブスとか言われても、そいつらを見返してやるくらい努力してきた。だから、絶対に、今回も乗り越えてみせるわよ。その息だよ。私も、みんなも応援してるから。頑張って、アンちゃん。今度、私にもメイクとか、いろいろ教えてね。別に、いいけど。どうやら、話がまとまったみたいだな。ちょっと、それでは、あ、ちょっとじゃなかった、だわ。ちょっと待って、ちょっとむせそう。OK。それでは、今回の事件についてまとめると、ドッペルゲンガーであるアンさんは、努力して手に入れたモデルの仕事を、静香さんに奪われてしまった。その劣等感からドッペルゲンガーを生み出した。そして静香さんへの嫉妬が原因で事件を起こしたというわけですね。これでドッペルゲンガーの正体と動機が暴かれた。てなわけで、ドッペルゲンガーの浄化に移るぜ。それでは、白川杏さんのドッペルゲンガーを浄化します。あ、泣いてる。よかったね。でもちゃんと浄化できたってことは、こう、自分の中でこうね、うまく言えないけど、腑に落ちるものがあったんだよね、きっとね。じゃあ、あれ？ちょっと結構時間が過ぎているな。ちょっとどんぐらいカットしたかわかんないけど、時間がいい感じなので、今日はこれくらいで終わろうかと思います。それでは、また次回お会いしましょう。おつぴよでーす。